清水寺門前付近、松原あ東大寺通りの西、東大路を挟んで西と東では全く雰囲気が違う。東山区幽霊子育て雨港や松原通は、京都市の東西の通りの一つ。東は、清水寺門前から、西は、西西通りの一筋西まで。東の端、清水寺門前から、東、王子通までは、清水道とも呼ばれる。寺町通から、 西は平安系の五条王子にあたる。松並木の綺麗な通から五条松原通と言われるようになり、後に松原通の名前だけが残った。豊臣秀吉が五条の橋を現在の地にかけたことから二筋南に五条通りの名前が移った。つまり、牛若丸と弁慶が出会ったと言われる五条の橋は松原通にかかる橋が正当であり、 現在五条を大橋に沈めに置かれている二人の像は二筋南に置かれていることになる。なお現在の松原橋は1935年の鴨川水害で東海流出後に架け替えられたものである。牛若丸と弁慶の出会ったとされる橋も鴨川であるとする説のほか、鴨川には橋はかかっておらず。 沿道の五条天神社の近く、西の東院2に沿って流れていた川にかかっていた橋であるとする説もある。現在は多くの区間が一方通行の細い道で、東大路伊東が西行き、東大路木山地間が東行き、木山地河原町は拡幅され両方通行、河原町、カラスママが東行き一方通行。 カラスマ大宮通り館が西行きの一方通行。大宮伊勢は拡幅され両方通行と車で松原通を通り抜けられない。堀川通を挟んで商店街が続く。近年通りを盛り上げるイベントが開催されている。昔は祇園祭りの山鉾巡行も行われていたりする歴史のある通りである。八坂神社と伏見稲荷大社の祭りの境界線がこの辺りである。 ありがとうございます。